これ、いやーやりたくなるんだ、やりたくなる、さあ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 、おおーい。この番組はこのスポンサーの提供だ。お疲れ様です。回ってるよ。よっしゃ。はいはい。いきますよ先生。はい。はい。いきましょう。今日もよろしくお願いします。ボイスクリーム講師のデスニー様でございます。そして、はい、ボイスドクターのリーです。はい、ありがとうございます。はい、ですね。どうもです。オペを終えた男、それから6時間連続のレッスンを終えた男、2人でお送りして、はい、いきたいと思います。クタクタでございますけど、はい、元気に、うん、今日もですね、うん、リアクション動画を撮っていきたいなと思っております。やった、ちょいちょい歌い手さんのリアクションさせていただくじゃないですか。うん、そうですよね。そうですよね。はい、で、なんなら、はい、それの先駆けというか、うん、一番最初になんかそれらしいものを撮らせていただいた、あ、もしかして僕らの大好きな、はい、そう、めいちゃんさん、あ、めいちゃんさん、はい、ね、最高じゃないですか、ツヤツヤボイス、ツヤツコシヒカリボイスの、そうですね、めいちゃんさん、はい、今ツアーをされてるんですけど、うんうんうん、今まさに真っ最中なんですけどね、はいはい、そのツアーを一旦、うん、区切りにですね、はい、活動休止に入られるんですよ。ああ、そうですか。そうなんです。なるほど、なるほど。そこまでに、うん、コラボレーションしてたものであるとか、タイアップされてたものとかは、まだ上がるみたいなんですけど、うん、まあ、活動として一回区切りが入るみたいなんですよ。うん、充電期間でしょ。そうです、そうです。うんうんうん、なので、はい、ちょっと一旦我々も、ここでちょっとメイちゃんさんのリアクションして、そうです、目に、耳に、ちょっと焼き付けて、焼き付けて、起きたいなっていう。そうです。充電しときたい、我々も。我々もね。そうそうそう。いいですね。と思って。やりましょう。そう、やりましょう、うん、ということでですね、はい、メイちゃんさんのリアクションさせていただきたいと思います。うん、そうなんです。で、別にね、そう、なんか、見遅れるわけじゃないけれども、そうですよね。そうなんですけど、次また成長するんじゃないですか。あ、やばね。稲がね。そう、ここで、一回精査しとかないと。あ、そうですよね。姉ちゃんをね。今、こうですよっていう。そう。帰って来られた時に。ねえ。みたいな。楽しみが倍増します。倍増しますよね。ねえ。そうですよ。皆さんもこれで今、ワクワクして、はい。やってると思いますけれども、うん、今日見ていくものは、うん。こちらでございます。右肩の腸という。あ、先生、これ、初めてですよね。これまた、すいません、初めてやな。初見男。そうそう、初見男。ミスター初見男。そう。これ簡単に説明すると、はい、まあ、メイちゃんさんとの、うん、もう相性がもうバチクソいい曲なんですよ。なるほど。すごい簡単に言うと、後でちゃんと説明するんですけど。はいはいはい。ので、ちょっとこれ見ていきたいなと思ってますんで、声、はい、の専門家2人でございますのでね、はい、そのならではの視点からいろいろ解説だとかですね、リアクションだとかさせていただければと思ってますんで、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係の話とか、今回みたいなリアクションとかアップロードしてますんで、まだチャンネル登録を済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。よし、じゃあ行ってみましょう。これもともとボーカロイドの曲なんですけど、はいはい、ピアノ調っていうか、へぇー系でもう分かると思うんですけど、うん、はい、このメイちゃんさんのツヤツヤ、そういうことですね、気だるエロチズムボイスがもう絡みに絡むならもう絡むんですね、絡むんですよ、ピアノとね、そう、なるほど、っていうのがもうだから聞かなくていいかもしれない、いやー聞きたいそこそうそうそう、そこへお願いします、お願いします、そうなんです、はい、ちょっと見ていきたいと、いやぜひね、思いますよ、なるほど、いきましょう、はい、おいっす、来ましたね、エフェクトだね、そう、最初はこのエフェクティブな、なるほど、感じから入るんですけど、早速セクシーで、セクシーエフェクト腰でも分かるねえ、そう腰でも分かっちゃうんだよ、これは貫通してくるんだよねえ、エフェクト貫通男なんだよ、本当に本当にこんなにエフェクトかかってんのにメイちゃんって分かる、分かりますよね、分かりますよね、すごいですよね、見えますよね、このねえ声の芯というか、あ、分かる、ツヤというか太さというか たくましいっすよね、いいですね、たくましいのになんでこんなきらびやかっていうかツヤツヤなんですか、なるほど、相性がいいですね、しなやまたね、ここそうなんです、最高ですね、この楽曲の感じね、うん、楽曲もかっこいいですよね、かっこいい、めっちゃ、あれ変わっちゃうな、これ、うん、取れるのかな、このエフェクトが、かっこよすぎ、あー、めっちゃいいっすよね、いいっすね、めちゃめちゃいいですよね、すごいっすね、ライブで見たい、これ霧がバッて入るよね、いいわ、よい、めちゃくちゃよい、いや、いいっすよ、同じフレーズですよね、で、こう、なんだろう、ね、インストが盛り上がってくるっていう、いいね、最初ちょっとしっとりした感じでこの同じフレーズを追うんだけど、そうなんですよ、こう、
あそこからしっとり入んないんですよね。これちょっとテンポ変わったんですか。確かにちょっと早くなったかもしれないですね。ほんのちょっと、ね、ちょっとでも気づかせない感じですよね。確かにこれは歌い方にもなんか秘密がありそうな感じ。確かに、まあ、もちろんエフェクトかかってたんだけど、うん、多分その素の素材も歌い方ちょっと発声変えてる感じがする。変えたでしょう ね明るくなりましたよね。明るくアタッキーに、あ、確かになんかこう弾ける感じっていうか。そうですよね、そうですよね。いいっすね、元気な感じっていうか、うん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 、この辺ね、つなぎもいろいろありますね。ある、いや、いいっすね。ちゃんさんのこの語尾の投げ方、ね、何種類あるっていう。そう、めちゃめちゃありましたよ今。そうなんですよ、ね、なんか投げ方がいろいろあったんですよ、うん、ここからすごいんですよ。そう、ね、そうなんですよ。その2の、そうなんですよ、感じのね、ね、少しねちっこく行きながら投げながら次ピンナタッキーに行くんだ。そうこれすごいな。なんか柔軟ですよね。柔軟ぐにゃぐにゃ、なんかぐにゃぐにゃ、出だしのパキッとしながら、ああ、そうですね、最後スーッて、そうニュアンスいって、その後ちょっと吸いながら次アタッキーに。そうすごいっすね。ムチみたいっすよね。軟体生物ですよね。そうだし、なんか見て3って先読んでるような。ああ、分かるそんな感じ。分かる次の一歩に行きやすくしてる。してるっていうか。わかりますわかります。乗ってるとこうなるんですね。乗ってるんですよね。そう、メイちゃん乗ってますよね。乗ってるんだよ。常に乗ってる。そう。その乗りがなんかこう点でもないっていうか。なんかね、気だるいように見えながらパキパキもしてるっていうか。そう。みがかったね。紫ってね。これ。これね。いいね。みはアタッキーなのに。みがかったねってね。でトンっていくんですよね。これは高等ですよ。こういうとこなんかこう、うん、学んでいきたいですね。学んでいきたいですね。かっこいいね。音になってない部分だけど、うん、ちゃんとこう歌声があるんですよね。すごい。無音じゃないですから、うん、皆さんここね、実はねえ、ミとこの紫の間にも声がある。そう、実はここポイントっすよ。うん、ここもデが好き、うん、デーみたいな。これやりません、メイちゃん。やるね。やりますメイちゃんやってる。やりますよね。うん、デーンみたいな、この、これ。あ、やってる。これ好き。やってる。デーンって、これ。この隅のところもね。そう。やってるよね。そんなに。そう。顔が思い浮かぶんですよ。メイちゃんのような。こうやっちゃってね。こうやって。こうしてますよね。わかる。ねえ。シェイクしてますよね。してる。シェイクしてんだよな。うん、これいいんだよな。次の母音もね。次の母音も。その後。やりたくなるんだ。やりたくなる。そう。一回止めてやりたくなるんだ。シェイク投げ。そう。筒感がある狭さという。そう。これもいいんですよね。うじゃないんですよ。うーっていうかね。そう。うーってね、いいね。なんか、あとうの中間みたいな感じなんですよね。これがいいんだよな。うん、ここの方がちょっと上だったな。そう。あー、キャワーそうなんですよね。これやっぱ鳴らし気味で鳴らそうなんですよね。ですよね。同じことやった。鳴りをキープするために、ね、鳴り重視で言ってるんですよ。そうですよね。声帯鳴り重視ハミングですよ。いい、正式名称はそうですね。同じ音色にするためにこういうふうにしたんですよね。そう、イメージレガートに行くためにというか。その通りですね。で、まあ、ボイトレで言うと、まあ、これも重要なステップなんですよ、ね。あ、そうですよね。はい。いや、そうなんですよね。これ、楽々やってますけど、ね。やってますけど、ね。これ難しいんですよ、ね。母音が移動しても、声帯の振動が変わらないようにしてるっていう感じですね。うん、いや、いいですね。ああよし、なるほどね。この脱力感で、すっごいですね。この芳醇な感じ。感じなんですよね。本当に。これ、すごいですね。ボワボワ、なんかボワボワですよ。倍音がいるけど、うんうんうん、ここになんかとんでもないイコライジング。そうやばいですね。こういうなり方してる。肺をすっごい切ってって、いや本当にそう、中音ブーストしてる。やばすぎる。やばいっすね。ミドルブーストやばいっす。すごいっすね。すごい、へえー、すごいっす。これはどういうトリックだろうな。確かに、うん、あ、落としてるんだ。とにかく鼻感消してるんでしょうね。あ、そうですよね。逆にね、こう
こっちから見てんだよ。こっちね、ここで歌ってる、ね、こっちで言ったんですよね、こういうことだね。なるほど、ここで歌えんだ。私はなんか V でしたね。ねえ、私はみたいな感じだったな。ああ、いい今の、おー、ねえ、よかった。おー、あ、いい、あ、ちょっと入れてきましたね。ちょっとね、Bメロに行く感じがね。あ、ちょっと上がってきた。うんうんうん、最初にこれエッジなとこありますね。そうそう、火星帯っぽい感じですか。あ、うん、いや多分、いや星帯だと思いますよ、うんうん、ここの辺とか、ね、はいはいはい、もう一回聞こう、うん、いや、星帯ですね、うんうんうん、夜に、あ、そっちね、そこね、うん、こっちだと思います、うんうん、ほんの一瞬ですけどね、うんうんうん、すっごいライトに合わせてますよ、ここ。なるほど、うん、真ん中、うん、はい、上げてくるんですよ、ね、あ、そうそうそうってね、綺麗なグラデーションでしたね。かっこいいね。綺麗に、そう、かっこいいんすよ。そういうやり方なんだ。なるほど、これ勉強になりますね。 なりますね。綺麗なギアの上げていき方でしたね。全く急じゃなかったですね。急じゃなかった。気づいた時にはもう、なんか楽曲の雰囲気と合わせて演奏隊と一緒に今ドーンって来たよね。来ましたね。来ました、来ました、来ました、来ました。しかもそれが全然わざとらしくなかった。わざとらしくないんですよね。すっごいナチュラル。場面場面でしたね。いや、そうですね。いや、まずいい言葉、場面場面でしたね。場面場面、本当にそうでしたね。合わせてます、ね、そう、一体感やばいっすね。やばい、馴染んでるわ、相性いい。いや、乗ってる、かっこいいね。あ、いい、あ、あ、いい、おお、いいよ、いいですね。感想もいい。サビの疾走感かっこいいですね。めちゃくちゃいいこの曲ね。最高です。ちゃんとサビ、ちゃんとサビです。うん、本当に。うわ、おー、ハメのちょっと抜くんですよね。ハメ母音をぼやかしがち。すごいですね。母音をぼやかすのにこんだけ鳴らすからな。なんかこれあれですよね、自分のこの、うん、いわゆる鼻感の調節力がすごい。そう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 、ね、ここまでできる人だったんだ。そうなんですよね。器用さやばいっすね。そこ知れないっすよ、ね、そこ知れないんですよ。いや、なんか僕やっぱメイジャーさん思うんですけど、これ前の動画でも言いましたけど、うん、フォニーの時も、うん、自分の武器めっちゃ分かってますよね。あー、そっか、使いこなしてる。もう使いこなしてる、ね、どんな美容師さんがここにつけてるあれさって出てくる。そう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 すごいですよ、この、この母音の感じ好きなんだよな。うん、半面の雨のって言ってないですもん。半面のって、ね、本当ね。半面の随所に N が入るんですよね。それで鼻感調整してるんですよね。そっかそっか。結構めいちゃん。うんうん、うわっ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 、ちょっとずつ変えそう、ね、すごいね。おお、なんかね、そうですね。ここはなんか母音を結構パキパキ言ってリズムを強調してるんですよ。そう、特に「お」で鳴らして他で抜くみたいな調節もしてる気がするんですよ、ね、マニアック。そうですね、お、まあ、おって少し高音を落とし気味にできるんで、そうですね、他の母音とニュアンスを変えやすいんですよ。なるほど、そのなんか波のグラデーションも、なるほど、母音のグラデーションもちょっと感じるんで、すっごいなんかこのかっこいいっていうか、それ僕になかったですね。そっちなんですね、うん、うわ、僕になかった視点だな、それ面白いな。確かに確かに、うん、面白いそれ。あー、なるほど、おーね、そう、おーじゃおーってね、うん、確かにおーで落としながら鳴らしてるんですよ。太らしい感じがなるな、はい。で、その尾の温かさが、確かに、その、ちょっとこの、気だるい感じにマッチしてるっていうか。確かにそうっすね。真剣、笑う。ちょっとひっくり返しました。どうですか？
どっか、この辺か、真剣のところらへん、この辺、うん、真剣、真剣かもしれない。わかった、やると難しいんですよね、この。かっこいいけど、かっこいい、隠れミッキーいっぱいある、こういう隠れミッキー、隠れミエちゃん、そうポイントポイント、ね、我々は見つけちゃうんで、すごいですね。そう、いたって、いたって、メイちゃんいたって、これが、そう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 、ここにもあるんだっつって、あるよ、あれ本当に随所にすごいんだから、すごい、本当にすごい、すごい、探せば探そうである。だってこれそんな高いとこじゃないんで、うん、ここで売らないって結構難しいですよ、ね、そう、無理したくない、無理したくない、うん、そうそうそう、安全に行きたい。わあ、うわ、イチャ、え、ミンは、あってなってんだよ、気だるい感じから、そう、随所随所のこのタイミングで聞かせてくるっていうの、聞かせてくる、それもかっこいいですね。アクセルとブレーキの使い方がうまいっすよね、うん、おお、もっと違うの、そうなるの、美しい、美しいですね、美しい、力感なし、なし、無色透明、無色透明ですね、ここ、うわ、やられた、すっげえ、やられましたね、これなんかこんなに盛大ふわふわできるのに、そうなんですよ、パキッと回せれるってすごかったですね。そんな二刀流ありますか、最初ふわふわでしたね、ふわふわ、ファルセットとミックスの危ういとこでしたね、うん、危ういよ、もう、いや、そうですよね、うん、そう、僕だったらギリギリミックス判定しちゃうぐらいの感じの、そうね、感じでしたね、そっちの方が安定しやすいポイントなんですよ、なるほどなるほど、なるほど、そっちに泳がせていくっていうか、もうなんかはためかせる感じなんで、はためかせてましたね、超ですからね、うん、そう、あ、なるほど、うん、超、声帯を超にした、あ、こうですからね、声帯をね、うん、本当に表現力がそんな感じなんで、いや、蝶々みたいですね、まあ本当に意図せずとも、いや、そうですよね、そのような感じの使い方になってるんだと思う、なってますよね、ひらひらと歌ってる感じしますよね、で、いきなり合わせてきた、バンってくる、かっこよかったね、あれね、そうでしょうわからの、あールーがよかった、今のブレス聞きました、今のブレスを音にしてましたよ、これおしゃれ、おしゃれテクニック、これはちょっとこんなとこでも、そう、見せたね、隠れ姉ちゃん、隠れ姉ちゃんこれ隠れてる、くそーそういうゲーム、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 隠れ姉ちゃん、そうそうそう、すごい随所にあるんで、これおしゃれですね、これおしゃれ、すごいよこれ、次これね、これ音にしちゃうんだから、すごいね、入れちゃうんだから、これやれって言われてもちょっとね、やれって言われてもこれむずいな、おーおーい二段階やられた、やられた、これはこれ隠れてないですね、これは出してきました、出してきたわ、これどうやって、ね、すごかったですね、変わった急に、2発目のやつすごかったっす、いや、すごかったっす、あれ、うん、流れるところでしょ、いや、そうなんですよ、もう一回今度エッジで、そうそうそう、なんかそんなやり方、一段落ちたじゃないですか、落ちた、一段落ちたから、おー、おーと思ったら、もう一回もう一回来て、そう、おいっつって、しかもその終わり際のエッジボイスですよ、じゃあそうなんですよ、新しいっすね、新しいね、新しいの来た、大体出だしですもん、いや、そうですよ、うん、終わりに来た、もちろん終わりに抜くことはあるかもしれないけど、あるかもしれないけど、この盛り上がったところで、いや、そう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 、いや、どんなテクニックなの、いや、だからまさに楽曲に場面でこれ合わせますよ、すごいですね、めちゃくちゃ良かったよ、このびっくりした、おお、あーあやれよ、すごい、あー、いいな、いいな、いいな、曲も素晴らしいですね。
いいね。ラスト1分何が起こるんだろうか。これ本当蝶のように。蝶ですね。本当に。おお得意の。あいいですね、ガナリましたね。めちゃくちゃガナった。でもガナリの粒も大きいね。大きいんすよ。大きいんすよ。大きいね。ここ感ですよね。太くて大きいね。あーでしたね。ねえ。うん。これ。そっか。メイちゃんやっぱポジション的にここのガナリと親和性高いんですよ、ね。高いのか。うん、バチッといってるし。なるほど、ね。生体バチッといってるし、結構深めなんで。締めてないよね。締めてない。ドゥルドゥルしてる。そう。ドゥル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 って。これ難しいんですよ。いや、そうなんですよね。これ難しいですよ、ね。これをね、固めちゃう人が多いんですよ、ね。多い。ここでやっちゃう人が多いから。固めちゃう。固めちゃうんですよ。そうそうそう。固めたくなっちゃうんだけど、呼気がちゃんと出てる。そうなんですよね。出てる。抜け感があるっていうのが大事ですよね。ここでドゥルドゥルしてんだけど、呼気がちゃんと出てるから、普通の歌声と遜色が消えるというか、はい、こう、シームレスにいってる感じ。見事でしたね。この気だるさね。うん、はい。おお。おお。マジ？出た。あ。やばい。やばい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 。すごいすごいすごい。ギリ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 。やばい。怖い怖い。これ何見てるんですか。いや確かに。なんか。サナギになる、サナギがね、蝶になる途中の本当にそう、片つぼんでる感じです。生命のギリギリを感じますよ。マジマジ、本当に。本当に。あ、飛ぶ、そう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 。すごい。裏返っちゃう、裏返っちゃうみたいな。え、時間っちゃう、ね。やばいんですよ。ギリギリ。危うさと、この期待感と、マジ本当に。これもう、コントロールやばいですね。やばいやばい。ちょうどここなんですよ。わかります皆さん、うん。ここがギリギリなんですよ。これ怖いよね。怖い。本当に怖い、これは。ギリギリ。すごいね。これは本当にギリギリやな。はからさが表現できてます。できてる。本当にこれ。いや、これすごかった。ああ、すごいすごいすごい。この子かの。ね。おお。その分だけ快感を呼び覚ます。難しい。いや、むずい。難しい。あ、難しい。うおー。飛んだこれ羽広げてた広もうパッてデカめの羽がすごいこれ抜群ですねすごかった今のストーリーねストーリーよ展開力よ、それ盛大に表現しちゃうっていやーできてますねこれねすごいよすごい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 力強いっすね、うん、随所にうわおおおおいや、そこなんか頭すげえねえガナルガナルンかガナランかそっかからそう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 感じたからいきなりもうスーパーガナル来たね来た来るのかと思ったら来た来たこれはそう栄養を与えてくれるねえいいいいですねいやーいい感じですねすごいですねいい感じ羽ばたけそうですね我々もでもあのがなるかがならないかのところが難しいんですよ、ね、そうなんですよねこれが姉ちゃんの技の一つだいやそうなんですよね危うさ危うさをある種のなんか危ういところを堂々といけるからかっこいいですよねそうなん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 勇者感があるいやそう本当にコントロールした危うさなんですよね、危うくないんですよだから、危うくないんですよねそう危うく見せてるだけだって、うんうんうん、危うい普通の常人だったらもう裏っかいっちゃったりそうそうそうひっちゃかめっちゃかなるんですけど、うん、やっぱ呼気が安定してるからそうそう支えれるんだよ支えがあるねそう支えがあるよな支えがあるどこでも支えてる本当に支えてすごいマジでいやよかった今のうんねえおメガカザリみたいなねえいやこの楽曲の中で初めての発声を確かに最後に持ってくるからそう最後またやられちゃうんですよそうなんですよ最後もうだって終わり際でしょこれそうですよ新しい発声来るそう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 本当にそう、ね、本当にそうまだあるの、ね、みたいなすごいですよ引き出しがもう全部開いたと思ってたそうそうそう、まだあるすごいです奥にまだあったみたいなそう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 そこ知れないよすごいうわマジおおじゃテクニカルすぎる
すごい情報量、いや情報量やばい情報量やばいやばい、えここさっき先生のおっしゃったボイのコントロールもあるし、そうガナリもあるし、あるしで裏では超ハイトーンも習ったり、そうそう超ハイトーンでやってるし、すごいですよ、やばこれなんだこれ、これ未来ですよ、いやそうですよ未来、羽ばたき切った超の実力ですよ、ね、これはなるほど、いやでも下で毛だるいんですよ、うん、すごいですね、なるほどな、高等テク、そこのミルフィーユですね、ねえすげえわ、すごいどっちもいけるからねえ、ほんといやほんと、ね、ジューシーっすよね、ジューシーメイちゃんの声ってねえほんとジューシー、ああ最後まで最後の変わり声、いやこれこれすごい、空伸びますよ、いやなんかやばすぎ、姉ちゃん、はい、高い壁を自分で作って登ってるんですよ、そういうタイプですわ、これだって超える人多分姉ちゃんしかいない、いやいないですね、うん、いや何これ、すごい、なんだこれ、ね、すごいぞこれ、情報量すごかった、いやー本当に相変わらずの、いわゆるそのね、人小説の中でいろいろな発声をするっていう技もあるんだろうけど、まあそうですよね、今回場面場面でした、いやそうです ね、 ね、ちゃんとその一個一個すごいことも知ってるし、うんうんうん、楽曲全体を見渡した時にもちゃんと馴染むようにしてるっていうか、そうですよ、物語性っていうか、そう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 、セクションごとに発声を分けて、なんかこのミクロにもマクロにもちゃんとやってるんだよすごい、これこうもこうもてるみたい、毎回聞くことに隠れ姉ちゃん見つけれます、そうそう見つけれます、ね、あってあってあ、そんなのもやってたんで、これまた皆さんも隠れ姉ちゃん教えてほしい、いや確かに確かに、皆さんが見つけた隠れ姉ちゃんをこここうだよみたいな、ね、お前ら見逃してんじゃねえみたいなやつ教えてほしいですね、いやーいやすごかったな、素晴らしいですね、あの活動休止から帰ってこられたら、そうね、より羽ばたいてる姉ちゃんがこれ多分見れると思いますよ、これ姉ちゃん帰ってくるまでに我々が処理できてないかもしれない、ね、そうですね、これ解析が終わらないかもしれないちょっとマジですごいですね、すごかったですけれども、うん、まあでもこの壁をまた姉ちゃん自身がね超えてほしいですよね、本当そうです、かなり高いですけど、いや本当そうです、多分これもう日本をね、うん、もう代表するボーカリスト、間違いないですね、間違いないと僕はね本当に、うん、素晴らしい、影響を養ってねえねえ、うん、皆さん多分待ち望んでますからね、ね、我々 も、ね、もワクワクして待っておきましょうと、うん、はい、いうことでございまして、今回もすごい作品でした、はい、はい、ありがとうございます、ということでですね、今回の動画が良かったよという方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みじゃない方はこの機会にぜひよろしくお願いします、ということで、声優の専門家、はい、李先生と魔法がお送りいたしました、バイバイ。